以降は、半導体産業が盛んで1980年代、中頃の最盛期には、生産量が全世界の約10%にも達し、シリコンバレーに倣って、半導体原料のシリコンからこの名称が生まれた。以下、本項目では、九州地方における、半導体産業の特徴について説明する。NEC256KD ラム。1980年代後半。 熊本川尻工場を主力とする NEC は D-LAM の世界シェア1位となり、シリコンアイランド、九州に数十社の協力企業を従えたが、2001年に D-LAM から撤退。協力企業の多くは撤退、倒産し、ルネサスも経営悪化の末、2013年に事実上国有化されるソニーのゲーム機 PS3 に搭載されたセル BE。2000年代以降、 半導体メーカーが九州から次々と撤退、倒産する中、ソニーだけは工場を増設したが、セルプロセッサの応用は PS3 以外に広がらず、経営は厳しかったソニーインクス503イメージセンサー。ソニーは2010年代以降、長崎テックでセルの代わりに製造したシーモスイメージセンサーが各社のスマホに採用されて成功し、2020年代、 以降に工場をさらに増設。そのため、シリコンアイランド、九州の復調の兆しがある九州は、日本の10%程度の経済規模を占めることから、1割経済と呼ばれるが、半導体の経済規模が特に大きい。九州は、半導体製造に必要な良質な水が豊富、労働力や広い用地の確保が容易各地に空港が整備されて、 製品の空輸が可能なことなどの好条件が揃っており、1960年代末から大手メーカーによる半導体工場の設置が増加した。それに伴って半導体装置メーカーや半導体材料メーカーも九州に多く進出した。この結果として大手メーカーの支援を受けた地元企業が半導体関連分野へ新規参入すると同時に地元企業の製造技術、 製品開発における能力を高め、1980年代には九州地域に半導体クラスターを形成するに至った。そのため、1980年代に九州がシリコンアイランドと呼ばれるようになった。日本製半導体の世界シェアが49%に達した最盛期である1990年とは違い、2021年現在の 日本製半導体の世界シェアは6%であるため、現在の九州製半導体の世界シェアは推して知るべきである。しかし国内生産金額に対するシェアは大きく、中学受験の世界では2021年現在もシリコンアイランド九州と呼ばれている。2000年代以降、パナソニックが半導体から撤退したり、東芝が主力を多いたから四日市に移すなど、かつて シリコンアイランド九州を支えたソニー以外の大手メーカー各社が九州地方における半導体の生産を縮小し代わりに自動車産業が流盛したため九州はシリコンアイランドではなくカーアイランドと呼ばれていたがソニーだけは2005年から2006年にかけて国部テックと熊本テックに工場を増設するなど九州地方に巨大な工場を次々と建てた ソニーの半導体部門は2005年よりソニー長崎テックで製造が開始されたセルブロードバンドエンジンの失敗で大きな赤字を抱えた時期もあったがスマホ向けイメージセンサーの製造で成功して2010年代に業績を急拡大しそのためシリコンアイランド九州の復調の兆しがあるソニーは2020年に長崎テックに新胸を増設するなど さらなる拡大を続けており、2021年現在、九州の IC の金額ベースの国内シェアは43.7%と過去最高となっている。つまり、2010年代以降の九州地方の半導体生産はソニーが支えている。ソニーは日本随一の半導体メーカーとなっており、日本の半導体設計人材の70%がソニーの仕事をしているという。 2020年現在、九州最大の半導体メーカーは、ソニーセミコンダクタマニファクチャリングで、売上高6123億円。2010年代後半には、スマートフォンのカメラなどに用いるイメージセンサーが、好調で、年々と業績を伸ばしている。ちなみに、九州売上高ランキングでは、九州電力とトヨタ自動車九州に次ぐ九州3位である。 ファウンドリとして見た場合、2020年の MEMS、ファウンドリ売上高ランキングで、サイレックスとテレダインに次ぐ、世界3位である。ソニーの半導体部門全体として見た場合、2020年半、導体ランキングでは、記憶シアに次ぐ日本2位、世界16位であるが、市販機レベルでは、記憶シアを上回ることもあり、例えば2019年、 Q3 の半導体売上高ランキングでは日本1位、世界9位である。スマホ向けイメージセンサーの製造は長崎テックでデジカメ向けイメージセンサーの製造は熊本テックで MEMS の製造は鹿児島テックで行われている。2021年にはさらなる業績拡大に向け、デンソー、台湾 TSMC、日本政府と共同して、 熊本テック臨設地に8000億円程度の投資を行い、日本最先端である20ナノメートルプロセス級ハブの建設を行う予定で、2025年の稼働を目指している。純利益ランキングでは、ソニーセミコンと同じ地区にある東京エレクトロン九州が九州1位で2位のソニーセミコンを上回る。半導体製造装置と液晶パネル製造装置を製造している。 世界各地に様々な半導体製造装置を輸出しているので、市況や経済摩擦などの影響を受けにくく、堅実な業績である。2010年代後半より 5G や EV などの普及を受けて業績が急拡大しており、九州の半導体製造装置の出荷額が急拡大している。ルネサスセミコンダクタマニファクチャリングも九州地方の半導体大手である。 1990年代中頃に高画質ディスプレイの SFT 液晶の製造で知られた NEC 液晶テクノロジー、鹿児島工場や、かつては5工程で、西木工場と共に主力だったルネサス、福岡工場など閉鎖された工場もあるが、2021年現在、九州地方に川尻工場、大分工場、西木工場の3つの工場が残っている。このうち、 NEC 川尻工場は1980年代には 256KD ラムの量産工場として知られ、半導体で日本メーカーが初めて米国メーカーを抜いてトップとなった1985年からインテルに抜かれる1991年まで NEC を半導体売上世界一に導くなど、東芝置いた工場と共に1980年代から1990年代に かけてのデーラム王国、日本を支えた工場として知られるが、2001年にデーラムから撤退し、2021年現在は、車載半導体と呼ばれる自動車向けの半導体などを、主に製造している。ジャパンセミコンダクター、大分事業所も九州地方の大手半、導体製造工場である。旧東芝大分工場は1984年に、 世界初の 1MD ラムを製造し、1989年には、東芝を NEC に次ぐ、半導体売上世界2位に導くなど、NEC 川尻工場と共に、D ラム王国、日本を支えた工場として知られるが、2021年現在は、家電の省エネ化につながる、パワー半導体などを、主に製造している。経済産業省、工業統計によると、シリコンアイランド、 九州における半導体の生産額は自動車、食料品に次ぐ3位というのが平成時代における定位置となっている。例えば半導体生産額日本一の熊本県では2011年の時点ではまだ電子機器が熊本県産業別収支で1位であったが2015年時点においては出荷額ランキングでは輸送用機器が3775億円と 最も多くなり、ついで食料品13.4%、半導体などの電子部門は12.3%で3位となってしまった。1990年代以降、車載半導体の増加とともに、九州に自動車産業の進出が進み、2000年代以降には半導体産業の規模をはるかに上回っている。そのため、 2000年代以降の九州はシリコンアイランドに代わってカーアイランドと呼ばれることが定着しつつある。九州は1990年に農業産出額が2兆341億円のピークに達し、その後も平成時代にわたって2兆円近くをキープしているなど、食料品の生産額が大きく、九州農政局では食育アイランド九州という故障を提唱している。 半導体生産額日本一であると同時に、トマトやキクラゲなどの出荷額日本一でもある。熊本県では、2009年の農地法改正後、半導体から野菜に転ずる例も多く、例えば液晶ディスプレイのカラーフィルターの管理をしていた、旧、共栄精密熊本なども、2010年に半導体の製造から、キクラゲの製造に転じた。なお、 半導体のクリーンルームで野菜の栽培を始める例は全国的に珍しくなく大手では東芝横須賀事業所やパナソニック福島工場などの例がある。半導体からレタスの製造に転じた旧富士通合津若松工場によると半導体用のクリーンルームは雑菌の繁殖が抑えられるので野菜の製造がしやすいとのこと。 1950年代末に集積回路が発明されると世界各国で生産が始まり水、電気、空港、労働力に恵まれる九州地方にも大手メーカーが進出し始めた。九州では1967年に三菱電機が熊本県西郷市町で半導体工場の創業を開始したのが最初である。1970年には東芝が 北九州市と大分市、九州日本電機が熊本市で半導体の生産を始めるなど、九州各地に大手メーカーの半導体工場が設立されていった。国内大手メーカーだけでなく、外資の日本テキサスインスツルメンツも1973年に大分県肘町に工場を建設している。同時に東京エレクトロンやアルバックなどの半導体装置メーカー。 サムコなどの半導体材料メーカーも九州に進出して工場を構えた。1970年代当時の九州では農村地域から女性という労働力の確保が容易なことが工場の立地選定においてプラスとなった。労働力の安定確保などのために大型工場は各県に分散して立地し、結果として小規模な企業城下町が各地に形成された。 1975年の九州の IC 生産額は229億円となり、1979年には生産量の全国シェアが38.9%にまで達した。九州各地に進出した大手半導体メーカーは、進出当初より自社工場では主にデバイス製造の全工程までを手掛けており、労働集約型となる5工程は求人の、 ネットワークを持つ九州の地元企業にアウトソーシングしていた。このため部品や加工の精度を高める目的で地元企業への技術支援が行われ、結果として1970年代から1980年代にかけて開発、設計を行う技術者がこれらの地元企業において育成された。このような流れから1980年代には 金型メーカーの創業が九州各地で活発になった。また通産省が1980年に打ち出したテクノポリス構想に基づき、この時期にはテクノポリスが九州でも各地に作られ、自治体の意識改革や地元企業のさらなる技術高度化に一定の寄与をした。一方で、1980年代になると蓄積した技術のない分野の地元企業による 半導体への新規参入は困難になっていった。1981年には宮崎沖電機が宮崎県清武町で創業を開始、1984年にはソニー長崎が長崎県伊佐市で半導体の生産を始めるなど、その後も九州各県に IC 工場が誕生した。日本の半導体産業が成長を続けたこの時期、 九州の IC 生産も数量、金額ともに1978年から1984年まで毎年30%以上の高い増加率を記録した。日米半導体摩擦の深刻化やシリコンサイクルの影響で1985年と1989年にマイナス成長となったものの1989年の IC 生産量は1979年の8.4倍にまで増え、国内シェアは38.5%となっている。また、IC 製造の一環、全工程を行う中核工場は九州内20工場まで増加した。1987年年の IC の生産量の全国シェアは43.0%に達し、この頃が生産量の全国シェアのピークである。 しかし、1985年のプラザ合意以降の円高によって、大手メーカーが半導体生産拠点の海外移管を進めたことや、1990年代以降には、コスト競争力よりも技術開発力が重要となり、地元企業の半導体産業への新規参入が難しくなったこともあり、半導体生産における分業関係は、 系列を重視した国内での垂直分量体制から、系列を超えた国際垂直分量体制へと移行していった。この結果、1990年代に入ると、九州の半導体産業の成長が減速し、生産量の都市平均増加率は4.5%と、全国平均の6.8%を下回り、 1999年の全国シェアは31.1%まで低下した。この時期は特に MOS 型メモリの生産が伸び伸び、かつてメモリ王国とも呼ばれた九州における脱 D ラム化が進んだ一方、MOS 型ロジックや線形回路が全国シェアを伸ばしている。安い D ラムではなく高付加価値製品を製造するようになった結果、 九州の半導体の全国シェアは2003年には生産量が27%まで低下する一方、金額では34%まで進むなど、かつての課題であった付加価値の向上が実現した。このような市況の変化や半導体メーカー各社の工場配置の住み分けがほぼ完了したことを受け、1990年代に九州で一貫。 全工程の工場を新設したのは、延岡市の朝日火星マイクロシステムズの一件のみに、とどまっている。一方で1999年には、東芝都市が、合弁会社、大分 TS セミコンダクタを設立して、東芝の大分工場で、プレイステーション2用のエモーションエンジンを生産するなど、メーカー間の新たな動きも見られた。1990年代以降、 自動車産業の進出が進んで、カーアイランドとも呼ばれるようになった九州では、車載半導体の増加とともに、自動車産業との融合も進み、2003年に、愛信九州が半導体製造装置の専用工場を建設したほかルネサス川尻工場などでは、自動車用の半導体の製造も盛んに行われるようになった。2000年には、 九州地方の半導体集積回路の生産数量、生産額がピークに達し、IC の生産量は106億個、生産額は1兆392億円となった。雇用面では、九州における2000年の半導体製造装置、半導体阻止、集積回路の従業員数は、それぞれ5577人、7609人。 34,894人と大きな存在になっていた。IT バブル崩壊直後となる2002年当時、九州の半導体集積回路の生産額は1兆243億円であり、これは日本国内の約30%、全世界の6%に相当した。また関連する半導体製造装置の生産額も1,322億円。 国内シェアは15%以上で近畿地方と並ぶ存在であり、九州にとって半導体産業は自動車産業と並ぶ基幹産業となっていた。2001年の IT バブル崩壊後、NEC と日立がメモリ部門を統合して LPD メモリを設立したり、日立と三菱電機の半導体部門を統合してルネサステクノロジーを設立するなど、 業界再編が行われた。2001年にはソニーの半導体部門が分離され、生産から販売までを手掛けるソニーセミコンダクタ、九州の本社が福岡市に置かれ、ソニーの半導体部門の中核が九州に立地することになった。九州には生産拠点は多数あっても開発拠点はなく、九州の域外の企業に開発を依存していたことから、 頭脳なきシリコンアイランドあるいはシリコンコロニーとも揶揄されていたがそこからの脱却が期待された。シリコンアイランド九州を支えた国内大手半導体メーカーの事業環境が2000年以降に激変する中ソニー、東芝、IBM の3社共同開発による次世代半導体セルが2005年よりソニー長崎諫早工場と東芝大分工場にて生産され シリコンアイランド九州の今後に期待がかけられたものの、セルの応用例は PS3 くらいしかなく、ソニーが社運をかけた、セルコンピューティング構想は頓挫し、九州の半導体の生産金額は下がり続けた。1990年代以降に、九州を含めた日本の半導体産業の世界シェアが下がり続けた理由の一つとして、東アジア諸国における、 半導体産業の成長が挙げられる。2003年当時はまだ日本メーカーの技術力は中国、韓国メーカーよりも上だと考えられており、2000年代以降のグローバリゼーション時代を見込んで日本の技術水準に近づきつつある韓国市場や今後の成長が見込まれる中国市場などとの連携が課題として挙げられていた。2000年代に入ると、 半導体部品の中国向け輸出が急増し、国内向けの半導体製造装置の製造拠点を台湾や中国に設ける企業が現れるなど、半導体産業の世界的再編に合わせ、九州の地理的特徴を生かした新たな動きも生まれていた。2003年の山崎明のレポートでは、その代表例として、古党製作所が挙げられていた。九州の地元企業が、 日本の大手メーカーの下請けから海外企業をパートナーとして海外生産、研究開発を自力で担えるような中堅企業に脱皮できればいいという期待が込められていたが、レポートで地元企業の代表として挙げられた、原生機産業は2008年に倒産、古党製作所も2012年に倒産するなど、2000年代以降に経営が悪化したルネサスやパナソニックなどと補調を合わせ、 地元の中小企業は倒産、撤退したメーカーも多く、あまりうまくいったとは言えない。大手半導体メーカーが九州に進出し始めた1970年代当時より、各県間の企業誘致競争が盛んであったため、2000年代まで県ごとの敵対意識が残り、広域的な調整が難しかった。そのため2000年代以降の課題として、 県境を越えた九州全体の半導体産業政策を総合的を調整できるような組織の形成が課題として挙げられた。これは2000年代以降、九州経済産業局が中心となって調整を行っている。2012年には東芝北九州工場が閉鎖。2013年には日本テキサスインスツルメンツ肘工場が閉鎖されるなど、2010年代には シリコンアイランド初期からある大手メーカーの工場の閉鎖が続いた。しかし2015年の時点でも九州地方における IC の生産数量は81億個、生産金額は6310億円と日本全国比における九州の半導体産業の規模は依然として大きかった。生産数量の全国シェアが4割を超えた1990年代前半までと比べて 生産数量の全国シェアは2割近くまで下がっているもののソニー長崎テックで生産しているスマホ用イメージセンサやルネサスキン工場、川尻工場で生産している家電用パワー半導体や車載マイコンなどの高付加価値製品の受注が増加しているため生産金額の全国シェアはそれほど下がっておらず3割近くをキープしていた1980年代の九州地方と 同様、東北地方でも1982年の東北新幹線開通、および1987年の東北自動車道全線開通に伴い、東北自動車道沿いに半導体産業が進出し、1989年頃にはシリコンロードと呼ばれるようになっていた。ありがとうございます。